どうも、河野です。ですね、実は昨日ですかね、ちょっと映画を見に行ってですね、まあ映画って言ってもまあドキュメンタリーなんですけど、まあすごい映画で、私はその時8歳なので、行けなかったんですけども、26年前とか言ってたのかな、あのこの映画なんですけど、よいしょ、これですね、ここかな、ここだな、ここだな、ビートチャイルド、ドキュメンタリー映画ですね。見てきました。いやー、すーごい環境で、で当時、オールナイトのロックフェスの最初のイベントだったんですよね、日本で。で、あれ見た時はすごかったですね、あの土砂降りの中。いやー、確かにあのブルーツ、ブルーツじゃない、ブルーハーツの、あのボーカリストの河本さん言ってたのは一理あると思うんです、ね、雨でも降らんと外でやる意味がないだろうって。確かにそうなんですけど、あれは ひどいひどい。でも正直見た時になんか悔しかったですね。なんか参加したかったなっていう思いと、体験できてないっていう、こういうなんか映像を通してでしか見れなかった、生で見れなかったっていうのはなんか変な悔しさがありましたね、見終わった後に。またちょっとまだ上映期間がもうちょっと残されてるようであれば、またその期間内に見に行きたいなと思います。皆さんよければぜひ、特に音楽ファンの方、今ない、ロックグループだったり、今そのバラエティで活躍してる方だったり、もう今亡くなられてる方の映像だったり、出てますんで、もしそういう、音楽関係、の映像として興味がある方いらっしゃいましたら、であと当時参加したっていう方は、ね、思い出にふけりながら見るのもいいんじゃないでしょうか。はい、ちょっとうまく言えてませんけど、なんか変にあの映画見てからこっち興奮してます。はい。もしそういう、そうですね、もう興味があればぜひ、見てはいかがでしょうか、という、投稿でした。では。